はい、こんにちは、トリーです。今回の動画は前回に引き続きバリ島ウブドのゴータマ通りの紹介をしていきます。前回はですね、ラヤウブド通りからまっすぐ南に下ってきてデビシタ通りとの交差点まで来ました。で、今回はね、このデビシタ通りの交差点から南の方にずっと歩いていきます。でね、一応通りの名前がここからね、ゴータマスラタンっていう通りになります。はい、それではゴータマスラタン通りをゆっくり歩きながらいろいろお店とか、状況を紹介していきたいと思います。はい、ということでね、こちらもこの入り口にはこうやってお店とかのね、看板がずっとあります。これがね、まあ地図になってますね。で、ゴータマスラタン通りはまっすぐ行って、その先でぐるっと左側にカーブしてハムマン通りに出ていきます。そして入り口はね、こうやってね、これお猿の銅像、魔除けですね、が飾ってあります。で、ウブドーというの通りってのは大体ね、ラーマヤナ物語から結構名前を取っております。このゴータマ通りのゴータマって名前なんですけど、ゴータマシッタッタ、あのお釈迦様の本名のゴータマではなくて、ラーマヤナ物語に出てくるゴータマという仙人から名前を取ってるそうです。はい、ということでゴータマスラタン通りをこれからゆっくり案内していきたいと思います。まずこのゴータマスラタン通りの入り口、こう大きな建物があるんですが、ここがですね、ゴールデンモンキーというチャイニーズのお店です。結構美味しいんですよ、ここ。はい、頑張ってゴールデンモンキー営業しております。でね、一時に比べてだいぶ空いてるお店が増えたんです。はい、あ、ちょっとお客さんがいるな。シンシハワハワルトっていうね、お店になります。ちょっとお客さんご飯食べて。ここがね、あ、コリアンバーベキューの韓国料理のお店です。ここはバリフォトという看板が上がってるんですけど、これはフォトギャラリーですね。ちょっと閉めちゃってるみたいです。はい、この向かいがね、ダップールラジャというね、かなり広いレストランなんです。で、ここあのインドネシア料理、だからインドネシアでもあの宮廷料理ですね、それを食べさせるレストランなんですけど、ちょっと残念ながら今はクローズとなってます。こちらはちょっとしたいろんな美術品を売るような小さなギャラリーですね。ここは完全に空になっちゃってますね。アーティクルバリという、これは、まあ、ちょっとしたレーザー関係のものかな、それを売るお店です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、バリニーズマッサージです。マッサージカロサトジャンブラパハルガニャ。サトジャン村。ん？サトジャン？ウンパプル？アドラパンプル。いや、1時間8分。いや、バグです。いや、あの今聞いたらバリニーズマッサージ。はい、1時間8万ルピア、650円ぐらい、かなり安いですね。はい、こちらのお店は閉まってます。ちょっとスラタンの方がお店閉まってる率高いかな。はい、はい、こちらローカルワルンです。こちらはムトラっていうレストランですね。あら、なんか雰囲気良さそうですね。オープンしてます。10時5時か。結構ね、やっぱね、あんまり夜遅くまであんまりやんなくなっちゃったんですね。でもローカルあるんです。ブンバリカフェという、これは小さなカフェになりますね。はい、そしてこちらもプスパーズワルンっていう、これもワルンです。本当にちっちゃいワルンですね。はい、何ですか、あなたさんは。ハロー。はい、でこちらね、結構ここにお店で、あのボレーっていうのが、あのバリーのなんですかね、マスクになるのかな。あのいろんなハーブとか、いろんな
そういう薬草をこう体に塗って、でここサウナがあるんで、その中そのままサウナに入るんです。そうすると体の中からすごい発汗、汗が出てデトックスがあるという、こういうねマッサージで、結構ねウフトでサウナあるところってここぐらいなんでね、結構ここ有名なんです。非常にいいよ。料金もそんな高くないんでね、結構いいですね。ここは何だろう、あれ作りかけ、作りかけって感じですね。こちらもブティックみたいな感じですね。こちらもネッサワルンっていうワルンになります。そんなに安くない、やっぱローカル価格ですね。もうこちらね、ナナンっていうシルバーとか、あの革を使ったアクセサリーショップです。こちらヌルマッサージをしまっております。もう小さなのがあるんです。ここのお店もね、完全に空になっちゃってますね。ハティクーという名前の、まあ、アクセサリーとか服とか、あ、子供用のやつかな、そういう子供服とか売ってるお店ですね。かわいいな、うん、はい、ローカルワルンです。お兄さんたちがお店に座ってます。こちらはね、ちょっと不思議なギャラリーなんですよ。なんかいろいろ変わった絵をたくさん売ってます。でこちらのウブドコーヒーっていうね喫茶店なんですけど、ちょっとここも閉まってます。はい、そしてねここがねラーメン屋、カズミラーメンっていうね非常に美味しいラーメン屋さんです。で最近ね、電波サールの方に支店を出した、あれ混んでるな、電波サールの方にね支店を出したそうです。ここね、あら混んでる混んでる、あ結構ここいっぱいですね、カズミラーメン。こんな感じで、あら美味しそう、餃子も美味しいですよ。ここね、あのぜひおいでください。そしてまっすぐ行くともう突き当たりになっちゃうんですけど、ここがねタスクスパっていうスパになります。はい、ここスパなんですけど、スパもあるしレストランもあるしヨガスクールもあるし、まあいろんなそういう複合施設になってます。スパはオープンします。レストランは閉めちゃってるのかな。はい、そしてここからぐるぐっと90度左に曲がっていきます。ここもねタスクスパのね駐車場なんですけど、なんか資材が置いてかな、工事でもするのかな。でね、今こうやってあの見ていただいたんですけど、このゴータマスラタンって本当にね数年前 4、5年ぐらい前はね何にもなかったんですよ。本当にね、ちょっとで夜なんか通るのが怖いような通りだったんですけど、最近こうやってたくさんお店ができるようになりました。これはねキスメットっていうレストランになります。ラウンジですね。こちらも営業してます。その向かいは閉めちゃってるのかな。であとねここねウブドで唯一の映画館なんですよ。クローズしちゃってます。あ、そんなことないかな、やってんのかな。あ、やってました、ごめんなさい。はい、パラディソっていうね、これ映画やってるんですけどね。こんな感じでスケジュール感があります。何かあるかな、今度は。あ、子供向けの映画もやってるみたいですね。こういう映画をやってるウフド唯一の映画館です。はい、その向かいはこれは小さなマートですね。ミニマートみたいな。はい、こちらはねアースカフェっていうあのナチュラルフードとかのカフェなんですけど、閉まってるっぽいですね。ちょっと閉まってるっぽいですね。はい、そうこうしてるうちにハヌマン通りに出ました。でこの角がねバリモードというビザ屋さんです。あのビザ関係のことをやってくれて、例えばあの VOA の延長とかソシアルビザの延長取得、こういうのを、ね、全部やってくれます。あの実は私もねちょっとうちの会社がこちらのバリモードにお世話になっております。ということで
ハヌマン通りに出ました。はい、こちらがハヌマン通りです。はい、ということでね、今日はウブドのゴータマスラタン通り、あのデビスタ通りの交差点からずっと、南に下ってきました。ご覧の通り、やっぱねこの時期観光客が今少ないんで、あの閉まってるお店も結構あったんですけど、それでもどうでしょう、3分の1は空いて頑張って営業してるっていう状態でした。はい、で今ウブドというかバリ島はワクチン接種がどんどん進んでいます。それでですね、あのワクチンみんな打って、このあと6月7月には外国人観光客を迎え入れようという準備がどんどん進んでますのでね、本当またしばらくしたらここに観光客なんかもねたくさん戻ってきてくるんじゃないかな、来てほしいなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよということでしたら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またツイッター、フェイスブック、SNS もやってますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。